35歳から60歳の男女が人生最後の愛を探す恋愛ドキュメントバラエティー愛の里。今度の舞台は沖縄。罰あり。僕は2回してます。子供もいます。訳あり。もしかしたら間に合わへんかもしれない。持病あり。じゃ老眼鏡ないか見えない。そんな大人の最後の恋。いいねいいねいいね。かわいい。こんなベタな。バク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 してるでしょ。老後のプラン以前にワクワクしないとさ。やったらベタベタイチャイチャする。そんなところで恋が始まんの？いやですよ。あ、傷ついた傷ついた。話せば話すほどやっぱこの人いいなって思うし、もう恋してますよ。年齢を重ねたからこその障壁。一回り上なのよ。男の人は若い人行きがちじゃん。そうです。私も振られるのは怖いもん。失敗したくないし傷つきたくないし。全部失敗ばっかりになっちゃったら。それが人生なのよ。癌になったことがあります。早く結婚して早く子供が欲しい。追い詰められる感があって。時間がないっていうことが絶対的にあって。でも誰かを好きになりたくてここに来たわけやから。愛の里シーズン2。